皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。ここはバリバリ夕張です。今日はここ、バリバリ夕張から旭川に至る国道452号を走ります。あの交差点を左折した瞬間から国道452号になります。今、起点をまたぎました。ここから終点の旭川市までの総延長 123.7km となります。が、ちょっと待ってちょんまげ。実はこの路線、途中で工事未了区間が当選簿しています。ちょっと時間が長くなるので、頑張るマンの4倍速ワーク発動です。JR 関庄線鉄橋をくぐり、もみじ山橋100メートルを渡ります。で、途中の未供用区間は、芦別市小金町から美瑛町るべしべまでの 18.5 キロです。北海道開発局の資料などを元に説明していますが、現時点とは異なるかもしれません。ということで、こっちからは行き止まりの芦別までを走ります。旭川側からの盲腸路線は、いずれという頃でお茶を濁しておきます。青松橋、102.5 メートルで夕張川を渡ります。この先を右折すると、清水沢ダムに行きます。ダムは別動画を見てください。この先を右折すると、夕張シューパロダムに行きます。ダムは別動画を見てください。
シューパロトンネル、2310メートルです。シューパロ湖を眺望します。見渡す限り真っ白です。この雪の下に水が溜まっていて、そこには水没した構造物や薪が眠っています。ここではこんな風景が見られました。白金橋で、夕張だけ続いています。右にキツネがいたので止まったら、追いかけてきました。車を止めたら横でなんか遅れようと睨んでいます。可愛いけど、野生に餌は禁物なので、そのまま発射しました。後ろから、コーン、ドケチ、と罵声が飛んできました。
三流トンネル、469メートルです。桂沢トンネル、375メートルです。ここを右折します。左折すると桂沢ダムに行きます。
宮市トンネル、455メートルです。キムントンネル、200メートルです。次は、北海道道135号で、富良野方面になります。
こうして気持ちよくドライブしていますが、お財布はガソリン代で火の車です。昨年から動画を始めて、ガソリンの消費量が半端なく急増しているんです。もはやウプ主を逆さまにしても、鼻血も出ないかもしれません。そのうちガソリン代も出せなくなったら、チャリンコ動画にくら替えするかもです。もっと貧乏になったら、テクテク動画になりそうです。車は芦別市街へと進んでまいりました。もう終わりだろうと思ったあなた、その考えは甘いでんな。ウプ主もそう思っていましたが、よく調べるとまだ結構先があることがわかりました。やっとここから帰れると思っても、現実はそうさせてはくれませんでした。芦別といえば、なんといっても北の都芦別が有名です。左側に大観音と五重塔が見えました。ウィキペディアによれば、炭鉱閉山の賃貸を打開すべく建設された大規模レジャー施設で、1970年7月に芦別レジャーセンターとしてオープン。1988年に北の都芦別に改称。五重塔ホテルや大観音の建立、モノレール運行などテーマパーク的施設を整備したが、景気悪化などで客足が減り経営が悪化。何度か経営譲渡が繰り返され、研修施設として買収されたそうですが、現在の状況は不明です。また、大観音像は宗教法人に買収され、宿泊施設を含め宗教団体が占有しているそうです。説明はいずれも確認を取ったものではないため、そうらしい、程度に聞き流してください。
とホテルが見えてきました。昔家族で泊まりに来たことがありました。二人の子供がまだ小学校に上がる前のことです。遠い過去の記憶のかけらですね。この先行き止まりのはずなのに、しぶとく道路が続いています。と、言ったところで通行止め終点です。工事はやっているようなので、いつか旭川に繋がるはずです。同じ道を戻るのはつまらないので、どこ行くかわかりませんが、横道を進みます。この辺は、かつてのカナディアンワールドです。テーマパーク華やかなりし頃のもので、赤毛のアンがモチーフで、本当のカナダ人少女がいました。1990年華やかにオープンしたものの、その後は経営難に陥り、全国的なテーマパーク淘汰流れに逆らえず事業断念、1997年閉園しました。その後は無料の市営公園となりましたが、運営経費の累積債務がかさみ、2019年度をもって閉園となりました。2020年度からは、カナディアンワールド振興会が芦別市から正式に借り受けて運営しています。この動画はこれでおしまいにします。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。ここから芦別市街に向かいます。ということで、バイバイ。